14グラム。この皮膚は持ちこたえてるんだね。そうですね。なんか、ね、私そこが心配してたんだけど、それよりも子宮の方が子宮の脂肪と思われるやつがやばい。ちょっとずつみんな増やしてるんですけど、増やした分だけ残ってるんで。この子でさ、ベビキュアエキゾンとね、粉をもらったことあります？ないです。サンプルでちょっと今日出しますから。はい。水浴ピンクね。かぼちゃとかブロッコリーとかね、が成分で入ってて。うん、アメリカの肝臓に代謝するんだけど、筋肉も代謝する。ということは筋肉ということは目の前の筋肉と心臓ととか腸とか子宮とかの体とか、そういうところで代謝してくれる。筋肉の程度を増えます。それプラス食物繊維が入っている。でプラス抗酸化成分のものも入っている。でこのところ155だから0.5g を、まあ、食べるかどうかです。粉だから粉なんですよ。だからを、まあ、水で溶かして流動食にして飲ませたりとかしてるんです。
一緒に混ぜちゃって、うん、混ぜてみる。一回お試しでさ、2回分ぐらいちょっと出してみますんで、はい、いけそうだったら出します。今日はすごい量が少し下がる。白もらいます。